皆さんどうもどうもよろしくお願いします。ロゴン TK です。じゃあね、今回もレンちゃんとアミやっていきましょう。ということでね、前回ね操作完了して実力行使正面突破やっていこうということになったんでね、やっていきましょう。なんだよおめえら、真犯人とやらは見つかったのかい？いや、犯人は勇気だ。そうかい、認める気になったのかい。ってことはゴーレム笛も見つかったんだね。ああ、だけどお前には返さないぞ。何？お前勇気がどうなってもいいのかい？いや、勇気は返してもらうぞ。なんだって？なんだってお前は自分が盗んだものを盗まれただけだ。そうやね、勇気を捕まえとく権利はないぜ。うん？うんって。そうかい、あの坊主に話を聞いたんだね。だがね、私たちは盗掘団だ。それが盗んだものも立派に自分のものさ。そうやね、ほんまね。褒め言葉と受け取っとくよ。褒め言葉じゃないけどね。とにかく勇気は返してもらうぞ。そうかい、仕方ないね。砂人の盗掘団の恐ろしさを教えてやるよ。うん、こっちが教えたら、こっちが教えたらほんまね、うん、めっちゃそれ思う。え、二人だけ弱くね？これ一旦オートでやってみて。いけるんじゃね？ポセイドンに一応ね、あのゴーレムはしてるんですよ。ここ砂漠やし水弱いかなって思ったから。何？そういうパターンか、そういうパターンか。でもヘボいな、うん、だいぶヘボいなレベル上げすぎな感が半端ないけど、これどうしよう。命からいけ。よっしゃ、ナイス。あ、これもこれでいけるわ。よっしゃ、ナイス。よし、いやれ。ん？何が？あああっちのあれか。あー、でもいけたわ、いけたわオートでいけたわ。ヘボこいつ。え、これヘボ、こいつヘボやな。カツァ、ふん、勇気は返してもらうぜ。おい勇気、どこだ勇気。あんたにはがっかりしたよ、アツマ。ユキ、アツマ、あんた勝手にゴーレム笛を返したんだってね。何を勘違いしてるのか知らないけど、私の流儀に口を出すんなら、いくらアツマでもただじゃ置かないわよ。私は世界一のゴーレムハンターになる。珍しいゴーレムを手に入れるためなら手段は選ばない。人のものだって盗むし奪う、それが私の生き方だ。それが私の大切なことだ。勇気、お前がっかりだよ、アツマ。どうやってこのことだけ考えて突っ走ってるあんたなら私の気持ち分かってくれると思ってたの。アバよ。待て勇気。くっそ、勇気どこ行った？アツマ、きっとあの子のところに行ったのよ。笛を取りにか。バッカ野郎、勇気追うぞ。バッカ野郎やね。勇気専用メガショットを手に入れた。え、 はいやのま。これで勇気まだな、仲間に配るとかある？普通アツマがちょっと何かするかな、うん、そんな気する。人としてどうなんやって思うね。手段選ばんとかさ、未来を切り開くってかやな。あれどこ、え、どこ行った？いた！さあ、ゴーレム笛を渡しな。それは私のもんだよ。ゆうき姉ちゃん、なんでこんなことするんや？それがもともと私、いや、
私たちのものだからよ。あの日、私たちはその笛を手に入れるところだったんだ。どういうことや。いいから渡しな。勇気はゴーレム笛を奪った。よし、笛を手に入れたらあとはゴーレムを呼び出してゲットするだけだ。見ててよ、お兄。勇気、アツマ、何しに来たんだよ。お前何やってんだよ。その子に笛を返せ。どうしてそんなことするんだ。言ったでしょ、世界一のゴーレムハンターになるためよ。あー、これなんか違うな。私はゴーレムを買って買って借りまくるんだ。私にはそれしかないんだ。お兄と約束したんだ。お兄？あの写真の人ね。あんたには関係ない。私はお兄のためにゴーレムを借るんだ。ひょっとしてあの写真のやつがお前にこんなことさせてんのか。ここに連れてこいよ。俺がぶちのめしてやる。死んでるから。そんなの無理だよ。どうしてだ。だってお兄は死んでるんだから。うん、ゼラね。私が殺したんだから。お兄は今でもこのジャンク山のどこかに埋まってる。どういう私の親は物心ついた頃からいなかった。お兄と二人でジャンクを拾って生計を立ててたんだ。苦しかったけど、でも二人なら何だって平気だったんだ。けどあの日、大雨が降ったばかりだから危ないってお兄は止めたのに、私はこのゴーレム笛を早く掘り当てたくってジャンク山に登ったんだ。お兄が止めに来たんだけど、私はそれを聞かなくて、そしたら急にジャンクが崩れて、お兄は私をかばって、それで死んだのか。お金があったら掘り出してすぐ治療すればお兄は助かったんだ。なのにファイルのやつ、掘り出して欲しけりゃ金を出せって、みんなも同じだ。ただじゃ手伝ってくれなかった。最悪なやつだね。お金がないとみんな冷たいんだ。そのせいでお兄は死んだ。バカでお金のない私がお兄を殺したんだ。でもわざとじゃないんだろ。そんなの事故じゃねえか。違う、私がお兄を殺したんだ。ぐちゃぐちゃに潰しちゃったんだ。わかる。掘っても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 、いくら掘ったって出てこないくらいのジャンクの山の底に私がお兄を押しつぶしたんだ。だから私がお兄の夢を継がなきゃいけないんだ。夢？そうさ、この町の男の子は誰だって夢見るんだ。誰も見たこともないようなゴーレムを掘り当てる夢を、そしてみんなが憧れる世界一のゴーレムハンターになる夢をね。私はお兄を押しつぶした。お兄の夢も一緒に押しつぶしたんだ。だから私はお兄の代わりに世界一のゴーレムハンターにならなきゃいけない。お兄の夢を継がなきゃいけない。そのためだったらどんな汚いことだってするんだ。いや、それは違うと思うな。なんかな。なあ、ユキ、俺にはよくわかんねえけど、世界一のゴーレムハンターってのはそんなやつなのか。なんですって。何やってもいいから金を一番稼いだのが世界一のゴーレムハンターなのか。いいこと言うって聞いてんだ。だったらそんなのくだらねえ。なんですって。取り消しなさいよアツマ、取り消しなさいよ。取り消さねえ。いいか、うるさい、うるさい、うるさい。私は絶対に世界一のゴーレムハンターになるんだ。伝説のゴーレムだって絶対手に入れてみせる。待て、ユキ。アツマ、追うぞ。例の白い花畑ね。ああ、追っていくのは頑張ったな。なら行きましょう。
いやもう、いや、ちょ待って、いや、なんか来たよ。いや、待って、待って、なんか来たよ。私、また一人ぼっちになっちゃったのかな。ううん、いいんだ。私には夢がある。お兄から受け継いだ夢があるんだ。それだけあれば平気。人間は一人では生きてかれへんよっていうね。見ててね。伝説のゴーレムを私が手に入れるところ。何？何？怖っ。いや、なんかやばいって。いや、やばいって。 でかい。でかすぎ。我を呼んだのは何時か。スフェンクス。あかん、ごめん、笑ってもしてしまったわこれ。そうだ、私はあんたを倒してゲットするんだ。よかろう、ならば力を示すがいい。わかった。ビシッと受けて立ってやる。スフィンクスね。うん、ちょっと待って。笑けでもたわ今。スフィンクスかいっていうの。いや、カットするつもりがここでイベントストーリーが進むとは思ってないからちょっとびっくりしたわ。このゲームね、ちょっとね、予想だに戦闘で来るからさ、今みたいにたまに取り忘れてるところも中にはあんのよ、はっきり言って。よっしゃ。あ、またこいつ。ポセイドン入れてるけど大丈夫なんこれ。いや、ちょっとうまく、ちょっとこれ裏返ってもだけども、まあそれはまあ置いといて、ちょっと一旦ポセイドンのさ SP 回復じゃなくて成長の方やっといて、やっていっていいかな。ポセイドン、ポセイドン、いた。よし、こいつ OK。 できるだけこれをやっていく。やっぱ必要なのはね、HP やと思うんだよ俺は。よっしゃ、これであとはどこや。この下やからここやな。てい。びっくりした。い、びっくりしたよもう。やめて、いきなり出てこんといて。攻撃じゃい、攻撃やるのに。どうだ、ポセイドン頼む。今なんかポセイドン入れてるけどさ、これさ、昔入れとったダイルシーレズの方が良かったりするかな。なんとなくそれが、それの方がいいかなってなんとなく思うねんけどな。ただポセイドンもさ、なんていうの、中ボスかなんかそこら辺で手に入れたコアやったと思うから、そいつ使っていきたいわけよ。ボスってね、過去に出てきたやつのコアはね持ってるんで、持ってるというかコア入れてねもらってやってるんでね。ここでも出てくるのか。あともうちょいやのに、もうちょいやのに、ここでも出てくるんか。マジか。どうだ。よし、攻撃やるのみや、ほんま。いやー、ダメージカット率いらん。おうおう、いい感じ、いい感じ。じゃあ、エスケープしたか。あぶねー。ちょ、たまにエスケープのとこ行ってしまうのやな。いやー、もうそういうのいらんって。早くやって、早くやって、相手を。終わり、終わりた。よっしゃ、まあこれで成長で、どこや、いた、こいつや。
こいつを、まあ、直接上げていこう。 OK、 よし、これでいける。え、違う、え、いたー、なんかいたー、あそこまで行かなあかんのかい。じゃあまだここで出てくるんかい。もうさ、頼むからもう、頼むからもう出てこんといて。ちょっと見えてんのに、そこまで行くのにだいぶかかってまうがな。目の前に見えてる餌に、飛びかかっていけない犬みたいな感じになってるかな。待てをされてる状態っていうのは、そんな感じやんかも。いや、さ、そういうのやめて、ほんまに。よし、もう出てくんなよ。勇気、え、勇気大丈夫これ。あれはスフィンクス。なんかおら、くそ、強い。お宝までもう少しなのに。人の見ながらよく戦った。人の見ながらだが、何時はこれまでだな。やばい。え、ユキ、お、なんで来たのよ。うるせえ、とりあえず今はこいつを倒すのが先だ。お前は下がってろ、行くぜ。おお、スフィンクス戦う、戦っちゃう。いやー、マジでスフィンクス、コア手に入るんちゃう、これ。ちょっといらんけど。ちょっといらんけど。いや、強はぁ、いや、強い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 。うわぁ、うわぁ、200。やめて、それグラビティ。え、マジ、よっしゃ、やばいって。ちょ、これはやばい。グラビティになっちゃってるよ。最近発売したグラビティデイズってもじってんのかな。それは違うわね。これ発売されたの相当昔や。相当昔ってわけでもないけど、元気になって。まあ、一昔って感じだね。うん、そんな感じする。前にね、これエンチャントも発売されたんですけど、もう1やろ思ったら PS3 に発売された当初。それ見て、えって言うの、マジでって。しかもこのエンチャントアームが RPG で初めてやったっていう。おっしゃ、終わった。砕け消えろ、砕け消えろ。しゃあ、終わった。うわ、7800、すげえ。いや、すごいね。よし、倒したぞ。たく、世話焼かせやがる。なんで助けたんだよ。あたしは一人でだってやれたんだ。一人でやれただって、負けそうだったくせに何言ってんだ。うるさい、余計なお世話だ。余計なお世話だ。人に闘魂注入するために戦いを挑んでくるようなやつに言われたくねえよ。そうやね。うるさい、私はあんたと違って一人でもやれるんだ。世界一のゴーレムハンターにならなきゃいけないんだ。そのためなら何だってするんだ。わかんねえけどさ、お金を一番稼いだのが世界一のゴーレムハンターなのか、ゴーレムを一番たくさん集めたのが世界一のゴーレムハンターなのか。それは、お前の兄貴の夢ってのはなんだ。世界のみんなが憧れる世界一のゴーレムハンターになること。ガキのもの盗んでまでゴーレムを手に入れようとするやつに世界のみんなが憧れるのか。それよく言った、妻。お前の兄貴はお前がそんな風になるのを望んでんのか。だったらどうすればいいんだよ。どうすればお兄に罪を償えるんだよ。幸せになりゃいいんじゃねえのか。え、せっかく命張ってまで助けたやつが苦しんだから、助けたやつも報われないと思うぜ。だから罪を償いたいんなら幸せになればいいんだ。
私幸せになってもいいのかな。いいに決まってんだろ。お兄は怒んないかな。怒ったら俺が天国に殴りに行ってやる。アツマ、ほら帰るぞ。うん、ゴーレム笛手に入れた。スフィンクスコア手に入れた。やっぱ来た。何これ、勇気専用リバルバ回銃口を手に入れた。いや、なんか来たよ。いや、なんか来たよ。いや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 、武器庫は来たよ。よっ、坊主。よかった、兄ちゃん無事やったんやな。うん、ほら、ゆうき。あのさ、悪かったな、これあんたに返すわ。いらへん。え、それ、ゆうき姉ちゃんの兄やんの肩身みたいなもんなんやろ。わい、霊感強い方やからそんなもん、持っとられへんわ。え、でも、いらんいらん、そんなんいらへん。え、霊感強いのお前。ほんなら、行くで、サンディ。あ、行っちゃった。ワンワン。どうしよう、アツマ。もらっとけば、いいんじゃないか。けど人の行為は無限にせぬことだな。せやな。そうよ、まったく、あの子の方がよっぽど大人よね。うるさいな。分かったわよ、もらえばいいんでしょ。もらえば。さーて、えんじゃ、一件落着ってことで京都シティに行くか。そうだな。うん、うん、私ちょっと寄るところがあるから、先に行ってて。分かった、待ってるぞ。うん、じゃあすぐ戻るから。戻る。お兄、私アツマと一緒に行くね。私幸せになる。そんで今度からはお兄への罪滅ぼしじゃなくって、ちゃんと自分のために世界一のゴーレムハンターを目指す。だから見ててね。ふう。で、あんたは何しに来たの？気づいてたんだ。当たり前でしょ。私を誰だと思ってんのよ。世界一のゴーレムハンターでしょ。分かってんじゃん。分かってんじゃん。そんなことより、これあなたにあげるわ。これって種？そうよ、あの谷道の花畑にあった綿毛から取った種。本当はお父様のお墓に植えようと思ってたんだけど、あなたにあげるわ。カリンは白い花の種を渡した。カリンにしては気が利くじゃん。褒め言葉と受け取っておくわ。うん、これを褒め言葉として受け取っても問題ないよ。ん？何？何この、え？シーンは。お待たせ、お待たせ。あれ、カリンも一緒だったんだ。偶然ね。なんだ、ずいぶんなっけえ便所だなと思って心配してたんだ。便所かい。うわ、アツマ、あんたそれセクハラっぽいわよ。そうやで。ほんと下品ね。なんなんだよ。なんだよ。急に仲良くなりやがって。2対1では勝ち目はないな、アツマ。ちぇ、せっこいな。だいたいよ、こんなところで何油を売っている。え、なに、謎の男いた。謎の男いた。この声は。こんなところでグズグズしている暇はないはずだ。うせえ、別に油売ってるわけじゃねえよ。だいたいさ、あんた俺に失望したんじゃなかったっけ。風の噂でお前が秘術を学びに行くと聞いてな、少しは見直していたところだったのだが、どうやら買いかぶりだったようだな。文句ばっか言うなよ。トウヤなら絶対助けるから安心してろ。そうか、ならば一ついいことを教えてやろう。ん？一ついいこと？いいこと？ああそうだ、近々京都シティにクイーン・オブ・アイスが現れるだろう。何？どうしてそんなことがわかる？なぜなら私が偉大なる謎の男だからだ。だから我が意味わからんから、意味わからんから。ああ。
んだそのため息は。別に。別だと。とにかく次は京都シティだ。私も陰ながら見守っているから、しっかりな。だからお前な、誰なだろう。行っちゃった。たく、何なんだろうなあいつは。まあでも、あの人が言ったように、前もロンドンシティにエンテイが出現したわけだし、京都シティにクイーン・オブ・アイスが現れるっていうのも当然考えうる話よ。そうですな。そやね。ま、何にせよ行ってみるしかないんじゃない。どうせ秘術を学びに行くついでもあるわけだしさ。そうね、私もロンドンシティの代表として京都シティの将軍とは一度話をしておきたいし。よし、そんじゃ京都シティに再出発だ。うん、まずは砂漠を西に向けて横断せねばな。じゃあね。お、勇気合流した。じゃあ行きますか。ようやく次行けるね。ちょっと待って、パーティー編成で。やっぱね、勇気にしときゃいから。ここは砂漠を越えて西の京都シティへ向かおう。ということでね、まあ今回はもうジャンクシティのごたごたとかも全て片付いたわけですから、ここら辺で終わりにしましょう。ギリもいいんじゃね。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル54縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。